札幌市民の足として欠かせない路線バス。今、運転手不足が深刻な問題となっています。 JR 北海道バスでは慢性的な乗務員不足により一部路線の減便や運休が続いています。 JR 北海道バスは定年退職者が相次ぎ運転手の確保ができないため、今月から来月末までコトニとテイネ厚別営業所管内の平日の36便が運休。1日あたりおよそ850人に影響が出るとしています。一方、札幌市内の路線バスを運行する北海道中央バス、利用者に話を聞いてみると、減ってます。車社会なんでね、だから多分バスの利用者とかも少なくなってきてるんじゃないかなと思います。減った感じはしますわ。一時期より以前よりは混み具合は多くなりましたわ。路線の便数が減ったとの声が多く聞かれました。北海道中央バスに路線の減便や運転手不足の現状についておよそ半月前に取材を申し込みましたが、今日までに明確な回答は来ませんでした。深刻な運転手不足による減便は地方でも。帯広の十勝バスです。運転手不足で来月末まで平日の一部の路線の19便を運休しました。そこで立ち上がったのがこちらの男性。これ発行日が昨日になってますので、まさに取り立ての免許証になります。十勝バスの取締役執行役員の長澤さん、60歳です。昨年9月から別の管理職と4人で教習所に通い、バスの運転手になるため大型二種免許を今月取得しました。まず当社の中でも運転手が非常に不足しているというところがございましたので、何か我々で不足しているところをカバーすることができないだろうかというところが、始まりでですね。後日、長澤さんは緊張した表情でバス運転をする社内研修に臨んでいました。はい、進路変わりました。いいですね。回ったところで3速に入れます。はい、で左車線入って、はい、長澤さんは1ヶ月ほど研修を受け、スクールバスや路線バスに乗務する予定です。これからやはりこう地域の足もドライバーなくして守っていくことができませんので、採用活動の方もさらなるやっぱり強化もしていきますし、地域の足の確保に貢献できればなというふうにも思っております。深刻化するバスの運転手不足、専門家はこう指摘します。つまり交通政策というのは一種福祉政策、医療政策でもあります。単に交通というだけじゃなくて、より広い社会的な枠組みの中でそれを支えていくという、そうした意識が今地方には特に求められているのではないかと思います。高齢化社会を迎え、市民生活に欠かせない路線バス、社会全体で支えていく意識も重要です。